はい、こんにちは、さくらです。今日は Live2D 専用のトラッキングアプリ Windows 版にじまライブを基本的な使い方を含め紹介していきます。Live2D モデルを動かすアプリはいろいろありますが、このにじまライブは Live2D が公式に出しているアプリです。顔の表情を認識、トラッキングして誰でも手軽に Live2D モデルを動かすことができます。Live2D モデルをメインで動かしたい人にこそ使ってもらいたいアプリなので、ぜひ最後までご視聴ください。また、このチャンネルでは主に VTuber 活動をやるために必要なアプリを紹介していますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは早速やっていきましょう。まずは公式ホームページで本体をダウンロードします。アプリを利用するにはにじまへの会員登録が必要になるので、合わせて登録しておきましょう。初回起動時ににじまのアカウントを求められます。必要事項を入力してサインインしてください。このアプリ自体は無料で使うことができますが、有料版と違うところは、商用利用の可否、ロゴ表示のありなし、カメラ連続の使用時間、コラボ機能の制限、無料版を使ってみて気に入ったら有料版を買いましょう。起動するとメインウィンドウが表示され、画面中央にキャラクターが表示されます。画面右下に3つ、モデルの設定を保存はパラメータ設定やモデルのプロパティなど、モデルに関する設定情報を保存します。ヘルプは画面説明ページが開きます。ロック動作はモデルの移動、拡大、縮小のロックをします。もう一度クリックするとロックが解除されます。画面左に各機能のアイコンがあります。必要なところだけ順番に説明します。モデル一覧アイコンをクリックすると、キャラクターモデルが一覧できます。動かしたい Live2D モデルのアイコンを選択すると、新規ウィンドウで開くボタンがクリックできます。開くは Live2D モデルを1体のみ表示したいときに使います。すでに Live2D モデルを表示している場合は Live2D モデルが変更されます。新規ウィンドウで開くは Live2D モデルを2体以上表示したいとき、コラボ機能を使うときはこの機能を使います。新しいウィンドウに選択中の Live2D モデルを開きます。モデル一覧のプラスマークからキャラクターモデルを追加することができます。また、モデルの操作方法ですが、Live2D モデルをホイールクリック&ドラッグでモデルの移動、マウスホイールのスクロールでモデルの拡大、縮小。コントロールキーとマウスホイールのスクロールでモデルの回転。エスケープキーでモデルを初期位置に戻す。アイコン以外の場所をダブルクリックでメニューを非表示にします。ウェブカメラは自身の環境に合ったものを選びます。時1回以降選択していたカメラがディフォルトで選択されます。モバイルはモバイル用アプリ、にじまライブトラッカーとの接続設定をすると選択できるようになります。iOS 端末のカメラを利用することができるので、トラッキング精度が向上します。コラボカメラはコラボ機能で使用します。Live2D モデルに動きを割り当てたいコラボ相手のカメラをここから選択します。オフはカメラの選択を解除します。モバイル設定はモバイル用アプリ、にじまライブトラッカーとの接続に使用します。この時、必要事項を入力すれば、対応端末で使うことができます。私は第8世代 iPad に設定してみましたが、問題なく動作しました。カメラリセットはカメラで映されている顔の状態を Live2D モデルの正面に設定します。Live2D モデルがうまく動かない時に使用すると、動きが改善されることがあります。ウェブカメラ映像表示は、ウェブカメラで読み取った実写映像をもとに、トラッキングのランドマークを表示します。背景設定は、背景設定アイコンをクリックすると、背景設定のウィンドウが開きます。画像の背景は背景画像を選択して背景に設定をクリックすると背景に適用されます。また、プラスマークから画像を追加できます。単色背景はカラー設定をしたものを背景に設定をクリックすると背景に選択した色が適用されます。グリーンバックのクロマキー合成をするときに利用できます。透過背景は選択して背景に設定をクリックするとモデルの背景が透過されます。この機能はクロマキー合成をやる手間が省けますので便利です。コラボ機能は自分でコラボルームを作ったり、他のユーザーが作ったコラボルームに参加したりします。ルームを作るは自分でコラボルームを作ることができます。ルームに入るは他のユーザーが作ったコラボルームに参加することができます。ルームの共通項目でルーム ID は参加をする場合のみ入力。ユーザー名は必要に応じてコラボルーム参加者に表示されるユーザー名を変更します。モデルデータ送信はモデルデータ送信のチェックの有無を決めます。チェックありはモデルデータが送信され、参加者側でのあなたの Live2D モデルを表示できるようになります。チェックなしはトラッキングデータのみが送信され、モデルデータは送信されません。トラッキングを選択は、付近の環境に合ったものを選びましょう。他のアプリだとコラボ配信をする場合は、ビデオ通話アプリなどで行いますが、この機能を使えば別途アプリを用意する必要がありません。表情、モーションは設定されている表情、モーションが一覧で表示され、ショートカットキーなどの設定ができます。各モデルによって表示や設定ファイルは異なります。パラメーター設定は、にじまライブ上でカメラのトラッキング項目と、Live2D パラメーターの調整を行えます。これまで Live2D キュビズムで操作していたパラメーター推移のタイミングや紐付けなどの細かい部分の調整をにじまライブ上で行うことができます。ここのパラメーター設定は簡単そうに見えて結構難しいです。保存さえ押さなければ問題はないので、いろいろと調整してみるのがいいと思います。詳しくは公式ホームページをご覧ください。最後、まとめになりますが、Windows 版にじまライブは無料でも使える。課金すれば制限はない。にじまへの会員登録が必要。モバイル用アプリと連携ができる。コラボ機能がある。細かいパラメーター設定ができる。公式が出している Live2D 専用のトラッキングアプリで、機能もサポートも充実しているので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上で Windows 版にじまライブの紹介でした。それじゃあ、またねー。